ナンバーワンに見えるんだけど引きで見たら愛でオンリーワン。これ多分岸くんもあの話がまとまってなくて、いやジャストアイデアでここがさ、ジャストアイデアでって言ってさ、今思いついたのっていうツッコミどころが満載で、このトリオはちょっと最高かもしれないね。ファーストなんとかで、ファーストなんとかでとかいろいろカオスなんだけど、ジン君がうまくまとめて綺麗にするからすごくちゃんと伝わるじゃないですか。コンサートはやっぱりやっていきたいよね。うん、でコンサートね、3人で、いやコンサート楽しみですね。平野くんの髪の毛玉手に乗っけて、はい guys, welcome back to my channel, コニーです。ナレビューターモーションデザイナーをするクリエイターコニーです。ということで今日ですね、なんとなんと翔くんを率いるこの3人、ジンくんと岸くんがナンバーアイとして活動、グループとしての活動を始めることになりましたので、インスタグラムの投稿と名前の由来とかちょっと追っていければなと、クリエイター目線で追っていければなと思っておりますけれども、今回ですね、まあ、翔くんが立て続けにこの大量投稿をしてですね、なんと一番最後にジンくんと一緒にこのフィルム作品を撮るという感じ で、その次ですね、でライブ配信があったんですけれども、ナンバーアイのライブ配信がありまして、で動画なんかもインスタグラムの方で上がっているんですね。こちらめちゃくちゃおしゃれな感じで、で岸くんがやってきてこういう感じで3人で、でなんとですね、今回のライブ配信どこで行ったかというと、ドームで行っちゃったんですね。もうすでにヤフーニュースにもなっておりまして、こちら見ていきたいんですけれども、まあ普通に個人アカウント、岸くんの個人アカウントができて、X、ツイッターでですね、できますかって言われて、まあ、ゆるくやっていきたいっていう風に、岸くんが言っております。ライブ配信が行われたんですけれども、まあ、岸くんが 2B への参加と、この3人ですね、で、新グループ、ナンバーアイということで、なんか、ナンバーワンとかとかもね、考えられて、愛の、ラブの愛とかも入ってるらしくて、岸くんが考えたっぽいです。で、今回ですね、このビッグニュースの、発表の場として選ばれたのは東京ドームということで、なんかいいですよね、東京ドームね。まず、平野くんと、ジンくんから挨拶がありまして、岸くんが、まあ、呼ばれる形ですね。で、ジンくん、あ、岸くんがベンチからなかなかの距離で走って、まあ、ここ走ってって、二人と合流をしたんですね。で、岸くんが挨拶で続けてナンバー名、グループ名がナンバーアイになったことが発表されたということで、なんとなんと岸くんの発案ということで、動画ちょっと見ていきたいんですけど、ナンバーワンとオンリーワンがかかっているといった説明がされたが、次第にね、説明が混沌としていき、あ、今思いついたんだけど、みたいな感じで岸くんが言って、他の二人からツッコミがめっちゃ入ってたんだけど、最終的にめちゃくちゃ流すっていう、それぞれの人の捉え方でいいと思いますという感じで、めっちゃこの下りが面白かったんですけども、ちょっと一瞬これ流せるかな、見ていきたい。ですね、まあ、由来で言うとやっぱり、はい、まあ、一番をまあ目指すっていうのはもう何よりも大切な、一番って目指すのはまあ大切なことですけど、やっぱりそれ以上に何より大切なのって、まあ、その道筋だと思うんですよ。なんかナンバーワンってのは大事だけど、それ多分なんかそれまでのプロセス、過程が大事みたいなところのニュアンスなのかなと思ってたんですけど、まあ、ジンくんがいい感じでフォローアップをして、こう司会進行役のみたいな感じで、で、まあ、翔くんもいい感じでツッコミを入れるので、この3人のめちゃくちゃ面白い、なんか、いいケミストリーだなと思います。どう輝けるか、僕たちらしく、いかに楽しめるか、で、その中で、ファンの人たちと楽しめるか、一緒に楽しめるかっていうのが、うん、まあ、なんだろうな、その愛の一つ、オンリーワンにかけた、ちょっと。まあ、粋なアイデア的な。なるほどね。愛。オンリーワンの愛ですよね。なるほど。なんかこれ多分、岸くんも話がまとまってなくて、いろんな思いがあってナンバーアイにしたと思うんですけど、まあバラエティとか見てる方は多かったので、岸くんはあんまり、まあこういう感じの方なので、そこもまた可愛らしいなと思うんですね。で、最終的にそれぞれの捉え方でいいと思います。こういう感じで。ごめんなさい、出すって。大事なところ。感じ出す。出すで終わって。でも、翔くんも突っ込むっていう。意味わかる。だから、ワンにもかけてる。引きで見るとナンバーワンにも見えるじゃん。でも、その、実は愛で、その愛がまあ、オンリーワンみたいな。なるほどね。ナンバーワンに見えるんだけど、引きで見たら愛でオンリーワン。まあ、ちょっとね、難しいけど、おしゃれな名前なんじゃないでしょうか、ということで。まあ、これ東京ダムをさ、貸し切ってさ、ライブ配信できるのって、本当に3人の影響力あってのことですよね。すごいと思う。
このロケーションは。ナンバーワンとオンリーワンがかかってる。あと、ナンバー今ジャストアイディアで。ここがさ、ジャストアイディアでって言ってさ、今思いついたのっていうところで、めっちゃツッコミが、ツッコミどころが満載で、岸くんもう本当に愛くるしいですね、ところだけど。今はやめろ、怖い。愛は言わないです。愛ってそうだって思って、ラブの方な愛にもなるしね。だからナンバーワンとオンリー、ナンバーワンって見えるんだけど遠目で見たらオンリーワンで、でかつ今思いついたのがラブの愛の方、愛されるようなグループにしていきたいってことかな、の愛なのかなっていうのを今思いついたそうです。岸くんさすがです。ジャストアイディアで。ちょっと何か今だったんだ。けどまあ、岸くんのボケに対してこの二人が突っ込むんだけど、笑ってるジンくんを岸くんが突っ込むっていう、なんか面白い。このトリオはちょっと最高かもしれないね。いいケミだね。うん。もうこういうところがやっぱいいよね。多分。それぞれの意味は捉え方で俺はいいと思います。なんかラブの愛なのかナンバーワンのワンなのか、それともオンリーワンのワンなのか。で、愛なら、ラブの方の愛なら、ファンとの愛なのか、みたいなところは、まあ、いろんな捉え方ができます、みたいな感じで、岸くんは言ってるのかな。とりあえず僕が思ったのは、その、そうだね、意味で作ったので、まあ、ナンバーワンを目指すっていうのは大事だけど、はい、その過程にもっと大事なものがあると。はい、まとめられちゃって。ジンくんが超うまい、まとめ方が。天才だよね、やっぱ。いやー、この3人、素敵だな、素敵だな。いいね、いいね。それぞれの役割が決まってるから、このやりとり、ツッコミとかがめちゃくちゃ。いやいや、誰が考えたんだから。いやいやいや、それ緊張感あるじゃないか。まあね、うまいから。じゃファンの人と一緒に、はい、その過程を、どう過ごしていくか。ちょっとさ、ジンくん、ニュースの番組とかどう？すごい原稿読むのも。うまそうな感じがして、まとめ方上手。ナンバーアイに込められてる。これからね。いや素敵、ありがとう。すごい良かったよ、俺らも。行動系とかさ、できそうですね。いいなって思う。もうファーストなんとかで思ったメッションですかね。はい。ファーストなんとかでとか。もういろいろカオスなんだけど、ジン君がうまくまとめて綺麗にするからすごくちゃんと伝わるじゃないですか。この辺も3人の素晴らしさかなと思います。それぞれがそれぞれの味を出して個性を持って役割を担って。すごい気に入ってますね。それもね、ちょっとみんなでより温めていって、皆さんに温めていただけたらいいですね。それもいいですね。はい、じゃあ早速今、ね、グループ名のお話して。あんまりこう、なんか、すごい決まってるっていうより、まあまあ、ふんわりとしているんだけど、まあ、活動する中で、ファンの方と一緒に固めていくみたいな方向性はめちゃくちゃいいかな、愛に溢れてるなと思っております。で、まあその後なんですけれども、後半で何をしたいかというところで、音楽制作やコンサート活動を情熱を持って行っていきたいというような発言がありまして、まさかまさかのコンサートということで、ちょっと激アツなんじゃないですか。さらにグループの YouTube チャンネルと、岸くんの X の個人アカウントの解説を発表ということで、まあ、翔くんとかはもうインスタグラム、ジンくんもインスタグラムの方でかなり個人で投稿をされていて、それも結構話題になっていて、こちらのリエハタさんとのダンスコラボとかもかなり話題が起きました。トレンド入りとかもして、ツイッターの方でめちゃくちゃかっこよかったので、ぜひ見ていただきたいですし、まあ、こちらですね、フィルムルックのこの、撮影ですね、フォトシュートとかも個人でやっていて、これも大量供給があって、もうファンがかなり興奮状態になっておりまして、私もこちらの動画上げました。で、岸の X についてはということで、岸くんの性格を知ってる平野くんからできますかというストレートすぎる質問に、岸くんが緩くやっていきたいと答える場面もありましたということで、もう全然緩くやってほしいし、なんかプレッシャーに感じていただかなくていい、感じないで、本当に自由な伸び伸びとした感じで岸くんが緩くツイートしてくれればいいかなと私は思ってますし、昨日の平野くんのインスタストーリー見た方いますかね。髪の毛をね、切ったんですよ。多分このライブ配信入り前かなに美容院を行ってカットをしたんですけれども、見ていきたいと思うんですけど、カットをしたんですね。で、昨日髪切ってから生配信してたんですけど、なんかさ、前の事務所だったらここまでなんか裏方のこと話せないし、ラフにこんな、カッコ笑とか、こんなことツイートでき、ストーリーに上げられないから、今の活動の仕方が翔くんにめっちゃ合ってて、その性格めちゃくちゃいい子だし、時に天然なんだけど、で、やっぱ撮影とか MV になると、表情がコロッと変わってセクシーになったりとか、そういう部分、裏の、なんか、普段通りのナチュラルな翔くんが見れる、今のポジション
ションというか活動の仕方がめっちゃ合ってると思うんですけど、おはようございます。昨日髪切ってから生配信してたんですけど、髪多めに切ったら絶対やることですこちらということで、平野の髪の毛玉平野の髪の毛玉乗っけて、やばいよね。美容師さんもちょっとビビってドン引きしたんじゃないかなと思う。なかなかさ、少年だよね、やること。愛着湧きすぎて現場連れて行ったということで、こうやって連れてっちゃったライブ配信に連れてっちゃったらしくて、わけわからんとか自分でやっといて、平野くんの髪の毛玉手に乗っけて、あのライブ配信もうどっかに置いてたのかな、ライブ配信中もね。で東京ドームですよに持ってきちゃった、自分の髪の毛玉一応やってみた。もうお笑いのセンスもなんかね、これ多分普通にナチュラルでこういうことができちゃうと思うので、ここら辺がすごく愛くるしい玉髪の毛なんかって、いや今の髪の長さめっちゃ似合ってますよね。銭湯の写真上げた時は結構センターパートで結構ボリュームもあって重みもあって厚め長めで、うん、かっこよかったね。今ちょっと前の翔くんに戻って髪色がめっちゃ今似合ってるね、明るめのブラウンで。眉毛もね、眉毛サロン行ってるらしくめっちゃ綺麗なんですよ。前髪上げるとめっちゃかっこいいんですよ翔くん今、うん。で玉ということで、でこの最後のトークがちょっとじわるんですけど、なんか痛いなと思ったら、我ながら自分の毛が強すぎて自分の指に自分の毛刺さってた、笑、怖い笑なんか文章に翔くんの性格がまんま出るっていう感じなんですけど、この平野毛玉をおそらくライブ配信に持っていったんじゃないかなと思いますということで、もうすでにこのライブ配信自体がトレンディング入りをしていて、トレンド1位になっております。で東京ドームでまあやったんですけども、まあ今後ね、まあドーム、コンサート活動とか音楽制作をやっていきたいということで、まあ個人個人で活動もしつつグループもやるみたいな方向性で自分は取っているのかなと思います。まあグループで活動してくれてありがとうございます、これが楽しみだという方も多いですし、まあ本当に3人のね新たな挑戦を全力で応援しますということで、まあどんな形でも応援するファンの方がいらっしゃるし、まあ事務所が変わってもまあ個人個人で違う活動してもちゃんとサポートしてくれるファンとかいるというところ、もう3人なんか3人揃うとなんかいいよねということで、もうこの3人が好きって方がめちゃくちゃいるんですよね。3人の美女を、美女に関してもやばい、ぶっちゃけやばい、ちょっとトップレベルでやばいということなんですけど、まあかなり翔くんと岸くんもうゆるゆるな感じでどんどんやっていただいて、で世界トレンド1位発信ということで、ツイッターですね。ツイッターってまあ日本のアクティブユーザー数がアメリカについて日本が2位なので、で日本人ツイッターのすごくすごくアクティブな人が多いので、世界的に見ても世界のトレンド1位ということでナンバーアイが結成した、でもうすでにニュースにもなっておりますので、ぜひそちらも見ていただいて、今後の活動ちょっと楽しみでございますけれども、もう全メディアが今取り上げております。まあ X も始めた、ツイッターも始めたようなので、そちらも見ていきたいかなと思うんですけれども、まあ後半ね、今後の何をやりたいかっていう部分で、あれこれ出てくるのかな、ちょっと見れたら見ようかな、していければなと思うんですけど、はい、まあまだ、まあ、ジン君がこう、ね、視界でこう回していくのがすごいしっかりしてて素晴らしいよね。ブーツがめっちゃかっこいい、3人とも決まってないんですけど、はい、例えばここですね、やっぱコンサートはやっぱりやっていきたいよね。うん、でコンサートね、3人で、いやコンサート楽しみですね。で楽曲制作もこれから始まると思う。ナンバーアイで曲を出して MV とかも出して、そちらも出たら見ていきたいんですけど、まあ映像の仕事してるのでそこら辺で MV の解説とかもしたいし、楽しみだよね。うん、そうね、やっぱりこう僕たちらしいものといいますか、うん、なんかそういうものをたくさんコンサートに詰め込んで、うん、やっぱりこうファンの皆さん、うん、との距離感をやっぱりもっと縮めたいし、うん、なんか今まで以上にそうだよね、ファンとの距離縮められそうだし、3人でコンサートとかやってトークショーみたいな感じでちょっとアクティビティも含めつつお話とかもして、この3人だから岸くんボケて、ジン君突っ込んで、翔くんがそれに突っ込みつつまたボケるみたいな、すごいなんかお笑いの面白い新しい展開が起きそうなんですけど、そこも楽しみだし、まだね会えてない人って多分いっぱいいると思うんで、これ、うんうんうん、だからもうくまなく会いに行きたい。そうだね、一人ずつでも嬉しいね。それこそだって配信を見て僕たちのファンクラブに入った方とか、うんうん、
いると思う。なんかこれまで以上になんか違う層、なんか今までのファンのとは違う層にリーチもいく、世界の方にももっとリーチしてほしいし、日本だけじゃなくてね、海外に向けても進出していくんじゃないかなと思っておりますけど、この3人がコンサートしたらすごいことになりそうだね。うん、倍率もすごそうだけど、いやー、やっぱタッキーが率いるこの 2B で3人がデビューということでナンバーアイ、めちゃくちゃ楽しみだし、なんか今後になんかいろんな可能性を秘めている感じがする。でダンスとかも見たいし、歌ってる姿も見たいし、まあ、歌番組とかにこの3人で出てみたいなのを想像するだけでめちゃくちゃ楽しみということで、ちょっと平野くんの髪の、平野の髪の毛玉がめちゃくちゃ面白すぎて昨日一人で吹いてたんですけどもし吹いた方いればぜひコメントをくださいということで、ナンバーアイナンバーワンに見えるんだけど実はオンリーワンで、ジャストアイアイディアで思いついたのが、ラブの方の愛、日本語の愛の方の愛っていうのも入ってるらしいんですけど、まあ、岸くん曰く今後もね、ファンの方と育てていきたい、いろんな捉え方、皆さんの捉え方があっていいんじゃないかという感じでまとめてくれてて、まあ、ジンくんは、まあ、そのプロセスよね。ナンバーワンになるのも大事だけど、そのプロセスみたいのも大事にしていく、ファンの方との愛も大事にしていくみたいな感じで、うまくまとめてくれたナンバーアイということで、今後の活動を見守っていければいいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. Goodbye. Just let me be honest.